他の学校は小学校教諭だけとか、その一つの資格しか取れなかったりとか、そういうのしかなかったんですけど、総合福祉学部の教育福祉学科が新設されるってなってて、でそこだと幼稚園教諭と小学校教諭が一度に2つの資格が取れるって書いてあったので、小学校教諭になるのにその幼稚園の先生の免許と小学校の免許2つ持ってるとすごい有利だって話を聞いたの で2つ同時に取れるこの学校を選びました。はい、私は誰かのために誰かの役に立てるならもうそれでボランティアかなと、無償で何かをやってあげるのがボランティアだと思うので、もうそういう大きな企画のお手伝いをできたことはとても嬉しかったです。自分で体験してでも自分から学ぶっていう授業が多いので、もう先生の話を聞くだけが授業じゃなくて、もう自分で体験して自分で考えて、もうそこから学びになると思うので、すごいいい授業です。私はそうだな、とりあえず子どもたちがこう先生ってよ、こう子どもたちが私に近寄ってきてくれる先生になりたいです。でも優しいだけじゃなくて、ちゃんと善悪の判断をできる子どもたちを教育したいと思っているので、もう悪いことは悪い、でもいいことはたくさんしてくれる子どもたちを育てられる先生になりたいです。あ、楽しいです。大学クラスの友達とその子どもたちについて話できるのはすごい楽しいし、さ自分 の, その学科以外のなんか教育福祉学科なんですけど、教育福祉学科以外のコミュニティ政策学科とかでもやっぱ友達できたりするので、私はサークルでそういう子たちは友達作ってるんですけど、もう他の学科の授業の話聞いたりとかもするのですごい楽しいです。学生サポートセンターかなというところがあって、もうそこで学生 の, その履修登録の仕方とかもサポートしてくれてて、でそこでたまに月1ぐらいで、そこの月に1回ぐらいのノートの取り方とかテスト勉強の仕方っていう授業を開催してくれてて、もう参加は自由なんですけど、そういうのをやってくれています。もう友達も目指している資格が一緒だとやっぱこう共感できる部分が多いし、先生もすごい面白い先生が多いので、面白い授業をしてくれたりとか、まあ、厳しい先生もいらっしゃいますがそうですね、毎日充実して生活をしています。